どうもアルビノチャンネルをご覧の皆さん、アルビノのボーカル翔太とギターの浩二と木田の順です。さてアルビノチャンネル始まりましたが、はい、今回はちょっとアルバニュー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 今回はですね、はい、7月6日、リリースされる、2年半ぶりのフルアルバム Wings of Music のアルバムの曲についてですね、うん、ちょっといろいろ質問が来てるんで、はい、語り尽くしたいなと語りたいですね思うわけです、うん、まず一番最初に、たくさん質問が来てるんですが、はい、このアルバム全体についていろんな質問が来てるんで、僕がですねいろいろインタビューしていこうかなと思いますんでインタビュアーだね。はい、インタビュアーでございます。それではまず一つ目、はい、アルバルアルおいインタビュアーそれではですね、アルバム名は何個か考えてその中から選ぶんですか、うん、そして今回の Wings of Music、 これは一体誰かから、出てきたものなんでしょうか、そのテーマは何ですかと。誰かから誰か、 誰かから誰から、 誰から、はい、ということで何個ぐらい出ましたかね、アルバム名の候補。結構出ましたね。結構出ましたよね。でもさ、うん、まあ、はい、こういうタイトルとかは、うん、俺とか翔太は、まあ、100% 順に頼りきってる、はい、ところはあったりして、今回の Wings of Music も、はい、まあ、順がかいくつか、いくつぐらい、ね、自分の中で出したのも入れたら10個ぐらい出したかな、うん、で、今回はやっぱ、なんていうんだろう、自分たちの原点であるやっぱ音楽というものにやっぱすごく焦点を当てたかったので、うんうん、ミュージックって言葉を入れて、はいはいはい、結構出した中の一つが今回のWings of Music になったわけです、はい、僕なんかね、はい、年間ずっと5周年を通してプラスワンっていう、はい、テーマがあるじゃないですか、はい、プラスワンでいいんじゃないかと、はい、ああ、もうプラスワンでいいんじゃないかとかね、いろいろね、短絡的に短絡的に考えてしまいます、うん、それも良かったんですけどね、うん、Wings of Music いいですよね、うん、やっぱりなんかこう、うん、羽ばたいていく音楽、まあ音楽の羽か、うんうん、自分たちのまあ自分たちがミュージシャンをやってきた中で、うん、こう音楽というものはやっぱ自分たちの羽であると、うん、その羽をこう聴いてくれてる人たちの音楽を聴いてくれてる音楽の羽、うん、両方合わせて両翼揃った時に羽ばたけんじゃないかというのを込めまして、うん、あなたとアルビノが合わさって初めて飛んでいくよと。そういうことです。そんな意味が込められてていいねなんていう話で、うんうん、そんな、タイトルに決まりましたけど、うん、まだねアルバムについて、うん、質問があります、3人とも主役曲を書かれると、はい、お聞きしましたが、うん、歌詞はどんなところで書くんですか、トイレの中とか、一人ぼっちになってとかどういう場所の時に思いつくんですかという歌詞ね、うん、3人とも歌詞書きますね、いろいろと。そう、俺も歌詞書き始めたのほんと3年前とか、うん、4年前ぐらいかな、うん、からなんですけど、やっぱ書き始めてた時は、はい、その環境を変えれば書けるんじゃないかと思って、あ、まあ、ジュンも言ってたけど、うん、ファミレスに行って、ファミレスにこうパソコンドンと置いて、うん、はいはいはい、ちょっとこう俺イケてんじゃんみたいな感じファミレスでねなんか外でパソコン開くってこうビジネスマンみたいな感じするでしょ。はい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 、だけどやっぱ俺はあんまり書けなかったねで結局なんだかんだいろいろやって、はい、って見たんですけど、うん、まあなんかこうふとした時が多いかな俺の場合は。例えばもうずっとこう机に向かって書いてるんだけど書けなくて、うん、もうゴロンって寝っ転がってこうボーっとしてる時に、なんかこう、あ、自分の中でこういろいろ思ってることとかをこう冷静に見た時とかに、あ、なんかこの言葉いいかもと思って、もう結局その仰向きになりながらノートパソコンをこう打ったりとか、すごいかっこいいないのか、きちっとしてやると、どうしてもなんかきちっとしたいいもの書かなきゃとか、ちゃんとしたもの書かなきゃと思って、なんかつまんなくなっていく。なんかもうよりダランとして、そのすごく力を抜けてる時に、へ、言葉が出てくることが多いかな。なるほどな。俺は今回の曲に君と僕の星ってのがあるんですが、うん、もう。なんか楽器を触りながら歌いながら出てくることが多いですね。翔太はなんかこうやって弾きながら、特に歌が好きなんで、なんか歌ってるうちになんかこの音の響きがいいな、なんかこれぴったりじゃねみたいな、うん、そういう言葉が、じゃあメロディーと同時にみたいなのが多かったりはしますね。結構、うん、それが一番楽しく作れる方法だったりはしますけどね。十分結構今回多いですね。そうですね、僕もさっきね、コージが言ったみたいにこう場所を変えてって
あの、まあ、前回のカプセルの時か、うん、カプセル出した時はそういう風にやってたんですけど、はいはい、今回ねなんかそういうことじゃないなってなんか思って、うん、そういうことじゃないよな、そうそうそう、気づいてやっと気づいて場所が変わったからって何か変わるわけではなくて、それよりも自分が体験してきたこう、うん、過去のことを思い出す、やっぱ寝っ転がって俺も考えたし、うん、例えばそれがシャワー浴びながらとか、うん、あそういえばあの時こういう情景があったなって、これなんか歌詞に当てはめらんないかなとか、なんかそういうとこからヒントを得て形に言葉に変えていくかっていう、こうやり方が今回多かったですね、うん、なるほど。だからなんかその場所変えてファミレス行って、前回なんかそのなんだろう、そうだね、カップルのチワ喧嘩が聞こえてきてこれなんか使えるかなと思ったけど、やっぱチワ喧嘩でなかなか使えないで、今回は使えなかったんですけど、あのいつかチワ喧嘩の曲も作ろうよ。そうそうそう、ね、その時のためにちょっといいですね、んですけど、じゃあ喧嘩、うん、歌いながら3人で結局喧嘩して終わるっていう、喧嘩して終わるみたいな面白いな、ボコボコになって幸せじゃないうん、なるほど、はい、あとですね、あと一つぐらいいきましょうか、はい、あの2人があの曲を、まあ、メロディー、今歌詞でしたがメロディーを作るときに、翔太さんが歌われると思うんですが、翔太さんがライブで歌うときを想像するんですか、それともまた違ったなんか絵とか、うん、そういうものを想像したりするんですかと。いやもう 100% 翔太が歌ってる絵を想像して作らないと描けないですね、うん、あ例えばデトロイトメタルシティみたいな漫画のさあるじゃないですか、はい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 、ああいう曲をさ、はい、今翔太に歌わせたくないって思うんですけど、ああ何かこうそうそうそう、まあできねえだろうなとも思うし、ね、だからやっぱりその、うん、なんつうか、まあ、出会って3人が出会って、うん、それぞれの3人の、まあ、人生があったわけじゃないですか、うんうんうん、だからその出てくる言葉っていうのもその人生に合ったものってあるわけだし、うんうんうん、だからこの言葉だと翔太がすんなり出てくるかなとか、あ、うん、それはやっぱり 100% で特にライブで歌ってる姿を想像しますね、うん、なるほど、こう直接こう見に来てくれてる人たちにこう訴えかけてる時にこうどういう表情して歌ってほしいか、どういう表情してこの言葉を伝えてほしいかとかってことは、うん、一番やっぱ大事に考えてる。確かに、でもなんか新曲をなんか聴いてよって言って歌取りする時とかに、なんかこういう感じ、なんかこうライブの時にこういう雰囲気になったらいいなと思ったんだよね、この部分とかっていうのをよく会話しますもんね。よりなんかそれのあのなんていうのかな、こう5年間活動してきて、うん、こう3人出会ってからこういろいろ会話も交わしながら、それぞれのことが分かってきたじゃないですか、うん、そうですね、人間的な部分も含めて、うん、だから最近はすごくそこのなんていうのかな、この言葉を翔太が歌うといいんじゃないかなっていう部分がよりピントが合ってきたというか、うんうん、よりダイレクトにこう伝えれるようなものが生み出せてんじゃないかなっていう、なるほど、そういう自信もちょっとついてきましたね。なるほど、うん、なるほど。それじゃあもう一つだけ、うん、みんなもう一つ巨匠の意見は聞かなくても、巨匠の、ああそうですね、僕も、うん、あなたのこう走り回ってるやっぱりステージのイメージですね、あ、まあ、曲によってですけど、うん、すごくなんつうんだろう、あの悲しい曲とかはまた別ですが、うん、基本的にはだいたいステージを走り回ってる、これで走り回れるかなっていう、あ、元気のある曲とかね特にそこが一番ですね。なるほど。で結構こうたまにね、はい、チャレンジとかするんですよ。たまにチャレンジするよ。チャレンジするこれいけるかな、翔太今までないみたいな、どうですかってやると、はい、まあ見事に、撃沈したしでも意外にできるじゃんみたいな、こうラップみたいなものとか、はいはい、ラップではないけど、まあそういう韻を踏んだものとかは結構できたりするんですよね、うん、そうなんですよね、だからチャレンジはします、うん、撃沈と想像以上のものができる時とね、そうそうそう、両方は面白いですけど、撃沈の時はひどいもんね、ひどいですね、そこまでこの歌を歌えないかとぐらいで歌うからもう、ね、歌い終わった後お互いみんなこう下見てるみたいな、ね、そうそうそうあいいや、それでいいやつってっていうのもねあったりしますけど、はい、最後にじゃあ、はい、これを3人に聞きましょうか。今回のアルバムで、それぞれ、まあ、歌詞でも曲でも何でもいいですが、挑戦したことって何でしょうかと、意識して挑戦したこと、うん、どんなことがありますかというのをもらいました。翔太はですね、2年半ぶりかなにアルバムを出すまでずっと欠かさずライブはやってたじゃないですか、うん、この間5年間で、最近、このアルビノチャンネルでも新曲聴いてもらって声変わったねなんて、うんうんうん、言われるんですけども、もうとにかく
5年間で例えば基本的な歌のその発声とかいろんなことをインプットしてきた中で、自分がもう一番シンプルに考えてることはもうライブに来てくれた人たちの顔を思い浮かべながら、この曲はどういう風にして喋ろうかな、どういう風にして話して伝えようかな、でも話す感じで歌うようになったんですよね、はい、うんうん、そしたらなんかいいよグッと来るね、翔太どうした何があったみたいな、二人のすごくいい反応があったりして、なんかそれがもうすごくシンプルにそれ一つだけで、今回はずっと歌い入れしてましたね。あ、うん、なんかねすごくいい反応で、うん、俺はね、うん、チャレンジしたやつはスライドバーだね。あー、初めて使った、あのスライドバーといってこう指にはめた指輪の長いような感じ、うん、あれなん筒状のね、そう、瓶、もともとそのコカ・コーラとかの瓶の首の部分を切ってつけてたんだって。でそういうガラス製であったり金属製とかあるんですけど、あ、まあ、そのスライドバーを使うと独特のニュアンスの音が出せるんですけど、うん、あんま得意じゃなくて、今まで使ったことったか、なんかもう全然使ったことないし、うん、練習したこともないの、なのに、まあ、スタジオで、はいはいはい、アレンジャーの方とまあ作業してたんですけど、うん、当たり前のように、はい、あ、じゃあちょっと次スライドバーのパートをお願いしますってで、いきなりなんかその空気的に、はい、いやできませんとかって言えない空気だったから、うんうんうん、あ、いいですよって、いやその時の普通に言ってたよね。そう、そこにおります、あ、どんな感じですかとかって言ったら、今日もらえしドリドリしてたその時のビデオに撮りたかったなだけどやっぱね、うん、まあ自分で言うのもなんですけどもね、やっぱ才能っていうのはあるんだなと言っちゃいました。あるんだなと。いやだって気づかなかったですもん、だって弾けちゃいましたね。あ、うん、これできるんだと思って。そうそうそう、あの1曲目のね、1曲目のガッと聴いてますよね、あの運命とか、あと2曲目の虹色切符のサビ、うんうん、あと何で弾いたかな、明日かな、うん、最後の曲の明日のサビコーラスと一緒に、うまいんですよ結構。いいですよね、結構弾けちゃったんで。よく手つらないなと思って、こういう状態ですもんねこういう状態で弾いてるわけですからねこんなもこうなっていくと、ただねライブでやる自信がちょっと今なくて、立った状態で、しかも明日って曲はコーラスと一緒にそのフレーズ弾いてるんで、ちょっと練習が必要かなっていう。そうですね、うん、まあプロですからでプロですから、はい、それはすごくチャレンジでしたねなるほど。あ、そうそう、僕は結構今回ギター、まあ、ギターソロもやったんですけど、うんうん、あのギターソロというかコーラス系が結構多かったじゃないですか今回、アルバムに。コーラスの、うんうん、自分たちが歌う、うん、なんで結構いろんなコーラスにこうチャレンジしたのと、うんうん、まあ、自分でも明日かな、明日って曲はこの間奏の部分のコーラスは自分で作ってて、はいはいはい、でそれを、まあ、アレンジャーの高山さんにアレンジしてもらってやったんですけど、うん、そのコーラスとは別にその運命っていう曲のボイパ、はいはい、ボイパね、ボイパやりました僕。マジっすか。うんうんうんそうそうそう、ここのね首にマイクつけて、ね、うん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 、ちょっと大丈夫ですか曲的に。全然大丈夫です大丈夫ですか。俺もやったよボイパ。やったね、マジっすか。そうそうそう、俺なんだったかな、なんかねみたいな金物系のやつ、金物系のやつ結構ね、なんかこんななんか大丈夫と思って、まあ、まあ思いついたやつを撮るんですけど、はいはい、意外にこのなんか16部とかにの裏とかに入ってくると、そう、まあ、なんかねリズムっぽくすごいんですよ、グルーブになっていくんですよ、重なっていくとね、うん、ちょっとライブもしかしたらそれはできないライブでねギター弾いてもらうちょっと無理かな、ちょっとね何人か自分がいればいいんですけどね、うんうん、ちょっと一人だと難しいですね。それじゃ絶対今までやったことないですもんね、うん、なんか楽しくできましたね、そういうの。いろんな新しいアイデアと挑戦が入ったアルバム、楽しみにしててほしいんですが。